行到行程的第六天，抵达大金港。这是此趟行程的重点，搭乘游艇由琵琶湖从大金港上船，这一艘是我们今天所要搭乘的游轮。大金港的全景，哇！鸽子大清早出来巡航了。卡莫美海鸥，点点白环。
悠游湖上。海鸥渐渐归来了，沙鸥点点清波源，就是这种景观。公园哦，对，和恁去哩行行，这个路。行行了，才要过几只去上。正宗，半冰楼，真奇怪，去这一半。空间这宽阔安尼吼，日本人出头真多。对吧？哦，恁去这枫叶。红的，黄的，嗯，还佫有青的。周围260公里，相当从台北到台南的长度。还塞飞哈？你这段养不了，你还两栖？哎，可以塞跳水面啊！那你要浮水浮桨啊？你还叫？Thank you.
ね、お姉さん素晴らしいですね。マイクをぶんどってね、喋ってくれる。そう、なかなか皆さんってこうやって言うんですけど、ブルンって撮ってくれました。お姉さんには、あ、これ皆さん見てください、ちっちゃいけど非売品のこちらキャンバッチ、はい、お姉さんにプレゼント。皆さん改めて大きな拍手を送ってあげてください。ありがとうございます。長いケーブルカーもございます。ちょっとステージ作り替える際ですね、ぜひこちら、坂本日吉大社をお楽しみいただきまして、ケーブルカーをご利用になって、ぜひ比叡山ですね、足を運んでみてくださいとなっておりますので、クルージングのお供にですね、ご興味ありますお客様は3階クルーズデッキ、3回はクルーズデッキのスペシャルイベントをお楽しみいただきたいと思います。それでは西学校もはただいま柳ヶ崎湖畔公園港に着船中でございます。本線は一個小时以后下船，对，下一个景点。这间是有90多年历史的古老饭店，建筑相当特殊，古色古香。啊，这边到今晚接待参观的哦，11:40。哎，在一点四十，一点四十在这里。哎，这边是那玫瑰花园，我现在花园。花园了，
姫令五，小苹果，小工程。